このへしきり長谷部が主の禁じとなれというお言葉、慎んでお受けいたします。山田切国広が禁じを辞することを申してたようです。禁じへしきり長谷部率いる第一部隊、出陣する刀剣男子は鶴丸国長、食大麒麟光忠、堂田の金正国、大栗から、そして山場切国広を部隊に入れてくださいますようお願い申し上げます。さあ大部隊の始まりだ。せっかくの晴れ舞台だ、かっこよく行こう。行くぞ。お前はいつまでふぬけたままでいるつもりだ。山場切国広、お前には関係ないことだ。山場切国広をあそこまで思い詰めさせたことには俺にも責任がある。主への忠誠と山場切への思いとの板挟みってわけか。彼らはもがいているんだ、今よりももっと強くなるために。降参だ。時間速攻軍だ。ああ、備中高松城の戦いだ。足場秀吉を殺せ。お前たちは何者だ。禁じのあるべき姿が分からなくなった。戦いの中で見つけるしかないんだ。この本丸にいるみんなで強くならなくちゃな。お前はまだ戦えるはずだ。これは受け継がれ繰り返される禁じの物語。俺に手を貸せ。刀剣乱舞、怪、導電、しかしはべらう者ら。